いつも写してるのは、羅舎那仏。羅舎那仏が座り、その後ろに、米山先生が書いた正義、人道、天道、武道、仏道と、人間の道、そして天の道、武道の道、仏の道と、この今後ろに控えておられる澤田成功最高傑作、この戦勝薬師如来、これは前にも何回か述べておりますが、昭和13年の初めに、高松宮、秩父宮、そして陸軍が信濃事変の戦勝のために沢田成功に掘らしたものです。沢田成功さんが、13年、14年、15年、まあ丸4年かけて一人で掘ったのは2体、この戦勝羅舎那仏、そして万寿院のお寺に納められているものが一つある。大きなものでは霊友会の釈迦如来、霊友会のご本尊として祀られてる、本堂に祀られてる釈迦如来は、澤田成功さんの弟子の方々によって作られました。これは澤田成功さんが世に残した、まあいわゆる大きな仏像ですね。は3つあると思います。その一番最初に、これが国の戦いで、その戦勝を願って彫ったものです。縁があって50年前から、私のもとに、52年前からですね、私のもとに祀らせてもらっており、私の武運、戦いのいわゆる守り仏道として、この戦勝薬師如来、戦勝羅舎那仏、そしてもう一つは戦勝釈迦如来、これを私は常に移動するたびに持って今までやってきました。まあ、おかげさんで、戦いのたびにいつも難を逃れて勝ち抜いてきた。これはまあこの守護仏に守られたおかげだと日々感謝し、そして私の信仰はいわゆる宇宙信仰ですから、大自然を信仰しておりますから、こういう守護仏と大自然とに礼拝をするという生活を続けてきました。そういうことでなんとか81歳まで生きてくることができたのも、自然界のよろずの神々、その中にはこの3つの守護仏が入っております。神様に常にお願いして、どのように行動すればいいか、どのように発言すればいいか、常に教えの通り
もの言ってきております。まあ、ご利益があるとかないとか、いろいろ人間は、自分を中心に考えておりますが、自分のご利益よりも社会の皆様方が受けるご利益、全人類が受けるご利益、必ずそれをお祈りの中に入れておかなければ、私だけ私だけと言うたら、神様お前はちょっと欲が強すぎるぞと、欲は自分の願いは10分の1にしなさいと、あとの10分の9は自分以外の幸せを、自分以外のやはり部分を、そしてあらゆる自然界の平和を、まあもちろん環境の破壊も含めて、環境の破壊を止めていただこうと、止めるためには人類はどうしたらいいのかと、生物動物も同じように生き残らなければいけないから、自然界の幸せというのは虫も昆虫たちも動物も植物も花も全ての幸せを願わなきゃいけない。そういう願い、幸せを願って、自分の願いは1、10分の1にすればいい。それを毎日重ねていけば、やはりある程度世間から信頼される、同時に信用される人間になるのではないかと思います。そして私はこの名の守護仏のおかげで今日までやってこられた。だからその私の守護仏の後ろに、3年前に天国へ行った松浦耕作、私のお兄ちゃんがいつも私を見守ってくれている。そしてその天には、50年前に死んだ父親、そして、15、6年前に死んだ母親、そして、70年前に死んだおじいさんやおばあさん、まあご先祖様、その他の歴代のご先祖様に、なんとかこの人生が世間からよくやったなと、よく頑張ったなと言われるような人生にしていただきたいと、誰にも恥ずかしくない、誰にも真似のできないような人生を全うしたいと、これをさせてくださいと、まあ、こういうお願いをお兄ちゃんへ、母親、父親、そして歴代の先祖様に、それをお願いする。まあ、こういうことが私の信仰生活、信仰心なんです。そして早寝早起き、そして腹八分目、これを守って、全く無駄な動きはしないということを徹して今日まで生きてきました。大半は働いてきたつもり、働いてきてます。寝る以外の時間は働くという。
真面目に働く。だから人様の幸せを祈ってんだから、私の欲は十分の一ですから、あとの九は自然界の幸せや他人の幸せを祈ってるわけですから。まあ決して人に迷惑をかけたり、人を傷つけたりはしていません。ただこの社会を良くするためには地震、雷、神、親父は必要なんです。だから悪いことをした人には悪いことをやめろということは、これは誹謗中傷になる面もあるかもしれないけど、世の中を良くするためにその問題は声を上げて起こる。これが地震、雷、神、親父で必要なことだと私は思うんです。だから世の中、やはり悪いことをする人は必ず出てくる。それをみんなが起こらなければ、それはのさばっていくわけで、ね、良化は悪化に駆逐されるという。その悪いやつにでも駆逐されて世の中が真っ黒になっちゃってはいけないから、その悪いものに対してはやめろと、出て行けと、これを言わなきゃならない。だから他人の幸せをお祈りはするけれども、悪いやつには喝を入れる。まあこれはまあ米山先生が言ってる仏の道でも、いわゆる大日如来、薬師如来、羅刹那仏、釈迦如来、まあニコニコと笑顔で接して、そして相手のいろんな気持ちを聞き取り、そしていい答え、温かい答えでその人を励ますというのがあれば、不動明王のようにガーンと起こる。で、不動明王起こるわけだ。だからそういうふうに、やはり、起こらなきゃいけない。相手もおるわけ。だから今はもう詐欺師だらけですから。良化は悪化に駆逐される。詐欺に一般の善人が駆逐されて、全部悪人ばっかり世の中になったらどうなるのかと。それを止めるのがやはり政治ではないか、政治行政じゃないのかと。そして社会もそういうものに対しては目をつぶってはいけない、ガンと言わなきゃいけないと。そこで私はやめなさいと、そういうことはね。やっぱり国民の税金は公平に使ってもらいたい。だから安倍晋三に対して私はうるさく言ってるのは、個人の幸せばかり、個人の欲ばかり総理大臣が考えてどうなるのかと、世の中自分の利益だけ考えて国の頂点に立ったらどないなるかと。その国は国を代表する国会の国権の最高機関である、ね、行政の長になる、立法の長になる、これが内閣総理大臣ですよ。だからそういうその総理大臣になった人がこれくらくこれくら自分の利益ばかり優先しよったら、それが森友学園であったり、加計学園であったり、そして桜の会であったり、まあ自分のお友達を救うために TBS の山口、支局長を逮捕状をもみ消したり、
この森友学園で国会で嘘つきまくったことの穴埋めのために公文書を改ざんしたりと、これに対して誰も物を言わなければやはり私がカツを入れなきゃいかん場合もあるわけです。だから安倍やめろと、ね、誰かが言わないと、詐欺師がいっぱい詐欺をやっとったら詐欺やめろと、国税がいわゆる中小企業いじめをしておれば国税中小企業いじめるなと、これはやっぱり言わないと、ブレーキないアクセルだけならどうなる、車はブレーキなければ必ずどっかにぶつかって壊れちゃうでしょう、怪我人も出るでしょう。だからブレーキをかける、ブレーキの役割は誰かが果たさないかも。そのためには法律があるんだけど、もう今や無法時代になってるから、法律なんかどうでもいいんだと、己さえ良ければいいんだということが全部先走っちゃって、誰もブレーキ踏まない、アクセルは踏みっぱなし、暴走っていうのはこれ暴走、政治も暴走してる、税金の泥棒が暴走したらどうなるんだ、国民が納めた税金では足らない、だから借金しまくる、また暴走してもっとまた借金をする、暴走と借金とそして税金泥棒が今この国の中にほぼ全てというほど悪い影響が出ている。だから悪化は良化を駆逐しているわけだ、いいものがどんどん食われて、悪いものがどんどん減っていく、増えて、いいものが減っていく、こういう時代になってるわけ。だから私も神さんの下で、いわゆるこの人生をいかに生きていくかを毎日真剣に考えて、今日はどういう動きをするか、今日はどういう発言するか、この薬師如来さんから教えてもらってもの言ってるわけ、ね、また羅刹那仏さんから教えてもらってもの言ってるわけ、3年前に死んだお兄ちゃんからもアドバイス受けてもの言ってるわけ、そして向こうにある釈迦如来さんからも毎日教えてもらってる、まあ、それでも完璧な人間にはなれません。人間はやっぱり煩悩というものによってですね、やはり動いてしまう場合が多い、いかにそれを抑えられるか、日々戦っているわけです。